皆さんこんばんは、鈴木千尋でございます。はい、皆さんこんばんは、番組アシスタントの小手川亮です。はい、さてさて、はい、1月の22日まで開催されておりました、テイルズオブアンバサダーチャンネルアシスタント出演イベント、皆さん本当にありがとうございました。皆様からのたくさんの応援をいただきまして、今回1位に輝きましたのは、はい、小手ちゃんです。はい、ありがとうございます。はい、俺先週もいたよね。そうですね、まあ、あの先週、あの一旦お別れということで、またもしかしたら来週とは言ったんですけども、本当にこの場に戻ってくるとは思っておりませんでした。本当に皆様たくさんの応援ありがとうございました。はい、1億5000万ポイントぐらいかな。はい、なかなか見ない数字だよね。あの僕もびっくりしました。すごかったね。はい、今回は例えばそのどんなところをちょっと気をつけて配信やってみたりしたの？はい、そうですね、まああのもうすぐアンドキャストの丸3年目に入るので、まあいろんな方がたくさん、ご新規の方もたくさんいらっしゃってたので、本当にこう何でしょう、夜10時にずっとやっていたので、あんまり騒ぎすぎると夜寝れなくなってしまって、はい、あのああ笑った、ああ寝れなくなっちゃったというのをよくあのツイッターで見るので、なので本当にこう、まあそれはそれとして楽しんでもらうのが一番かなと思いまして、心地よい眠りにいざなえたらなと思いながらやってたんですけども、どうやら裏目裏目だったらしく、寝れません、どうしてくれるんですかっていうコメントが、クレームじゃねえよ、クレームのような楽しいですっていう感想をいただいていたので、楽しんではいただけたらなというふうに思ってます。伝わってきた。はい。はい、まあ一つ頑張ってやってください。はい、ありがとうございます。はい、先週はチアビスから入役の丸山ちゃんにね、来てもらいましたけども、はい、なんかね、睡眠時間が短かったみたい で、 そうです、ね、3時間ぐらいしか寝てないとか言ってたんで、そうですね、スーパーハイテンションだったわけですよ。すごかったですね。あのテンションだよね、あの喋ってる彼女初めて見ましたけども、はい、どう、あのなんかこう睡眠時間っていうとさ、今ね、なんか話の中でさ、はい、睡眠時間がな、少なくなっちゃって大変だみたいな話もありましたけど、こてっちゃん自身はどうなのよ、こう睡眠時間は、ロングスリーパーとかショートスリーパーとかってすんじゃん、はい、もうザッツロングスリーパーなのね、はい、一番調子いいのは9時間とか10時間寝るとバチって、たくさん寝なきゃダメな子っていうパターンなんだけど、こてちゃんはどうなんですか。僕もたくさん寝ないとダメなんでしょうけど、どうしてもやりたいことがたくさんあるとなかなか寝る時間がなくなってしまったりして、結局なんか4時間しか寝てないなとか、まあ、でも週で平均すると5、6時間は多分寝てると思うんですけども、それでもちょっともうちょっと寝たいなと思ってる。ああ、なるほどね、はい、なんかハイテンションになることってあったりします？逆に少ないと睡眠時間が少ないと、まあでも本当こう感情の振り幅がでかくなりがちなのはあるかもしれません。情緒がおかしいというか、それこそ僕もその配信中にあこいつ今日おかしいぞっていう時は寝てない可能性があります。ね、まあ、はい、手に睡眠とっていただきながら、はい、楽しんでほしいなと思いますよ、ね。よろしくお願いいたします。はい、で番組最初のお知らせからどうぞ。はい、本日のクエスト報酬は画面に出ているこちらでございます。ルームアイテム着物スパーダでございます。そしてゲストアイテムはロクロのパネル。ポスターはテイルズ・オブ・イノセンスポスターとなっております。うん、報酬は投げたエールの貢献度数でもらえる内容が変わるポイントクリア制となっております。入手貢献度につきましては左下のメニューボタンから報酬タブをタップしていただきまして、クエストの方から確認してください。うん、たくさんエールを投げてゲットしてください。よろしくお願いいたします。これ、羽子板バージョンね、なんか相当っぽいよね。はい、そうですね。さすがスパーです。二刀流ですね。二刀流だよね。かっこいいですね。かっこいいです、ね。はい、ロクロのパネル、これもね、ゲットしてほしいなと思いますよ、はい。よろしくお願いいたします。はい、そして、エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換購入が可能でございます。はい、テイルズ・オブ・シリーズの術技やマスコットのエールもございますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではタイトルコールいきましょう。皆さんもご一緒に、せーの、テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネル。イエーイ。はーい、改めまして、こんばんアンバサダー、テイルズ・オブ・ジ・アビス、ルーク・フォン・ファブ役の鈴木千尋です。そして、アシスタントの小手川亮です。はい、今回のゲストの方はね、はい、さあさあさあ、どんな感じなのか、お楽しみに、はい、ということでございまして、こちらの方でございます。いらっしゃいませ、はい、どうぞこんばんは、アンバサダーテイルズ・オブ・ベルセリアの六郎蘭月役の岸尾大輔ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。大丈夫、こてっちゃんよりさ、ちーちゃんの方がさ、はい、若々しいけど、そんなことはないんじゃない。フレッシュ感がある。
よ。そうですか。いやまあ向こうがなさすぎるんで、ね、おてっちゃんがね。どんな感じになるともうちょっとあいつはね、こうなんかフレッシュになると思いますよね。うん、声、もっと声出せばいいんじゃない、とりあえず。張ってく張ってけ、落ち着きすぎでしょ。若いんでしょ。松本康之さんにプロデューサーかって言われましたからね。落ち着きで言われて。プロデューサーさん。そうそうそう、よくわかんないけど。おそらくね、僕のね、11個下ですよ。フレッシュ感ないよ、ないな、もうフリキュア並みにフレッシュで頼むよ、ちょっと頼むよ、まあ、これ番組でございますけどね、まあまあね、じゃあなんとなくやっていきたいと思いますね、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、では参りましょう、うん、教えてテイルズトーク始まりました。何人も知りませんから教えてください。いやもうね、ここはですね、もう約1年半ぐらい前に翔さんがいらっしゃったということで、うん、はい、なんとなくその時って覚えてますか。もう覚えてないですか。いや覚えてるよ、覚えてます、覚えてるから、はい、え、うん、なんかまたって思って早いな、なんかどれぐらいぶりだったと思ったんですか。やっぱなんか半年ぐらいかなとか、そんな感じですか。もう今年1回来てんじゃねえかなって感じ。あれおかしいな、おかしいね、何月だったっけ。俺もちょっとワープしてるかもしれない。いやでもこれ毎週やってんだよね、でしかも映像のね、そうですそうです、すごいね。気がつきは今日で96回目ですか。もう2年くらいはやってるってことだよね。もう3年目に入ろうとせんばかりでございますね。それで1年半ぶりだとしたら、まあまあ、ね、まあ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 、竹本さんからもう4回とかね、もう、もうそうですかね、弊社竹本ありがとうございます。もうもっともう毎回お世話になっておりますけども、昨年はどうでした、どんな感じの年でした、振り返ってみると。振り返りたくないよね、振り返りたくない、うん、いや逆に今年はどんな年にしたいと思います。まあ健康もう健康はやっぱすべて、今の間がちょっとなんかもういろいろ感じ入れるわ。健康は宝とはよく言ったもんですよ。もうまばたきはこねてますけどね。もうね、うん、いい年じゃん、気をつけろですか、だから、ほんと体大事にしよう。でもコテちゃんはもっとフレッシュでいこう。そうですよね、頑張っていこう。岸本さん、僕の何個上でしたっけ。何個上、そんな変わんないよね。そうですか、うん、早生まれだけ、2つぐらいですか。だからね、うんうん、もう今年で言ったら47歳の年の人たちと、はいはい、あ、じゃあ全然僕上ですよ。全然だ、全然ですよ。え、嘘、僕43ですから、今年44の学年になるから、そうそうそうです、はい、そうです、はい、じゃあ中学や高校一緒にならない、はい、ならない可能性がありますよね、うん、どうでもいいわ。さかのぼってったら、うん、この年になったらどうでもいいよ、ね、どうでもいいや、ほとんど変わんなくなってきますからね。いや体気をつけてやるのが一番ですよね。そう、そうです、そうです、喉と喉の健康が一番、ね、大事大事、もう乾燥してますからね、本当に。まあ、もう花粉なんかもう飛んでる時は飛んでますからね、飛んでる、痒い、痒いよね、痒いですよね、暖冬だけどね、うん、寒くないのはいいけど、ね、確かに雪結構積もってないから大変みたいですよ、スキー場なんかも。スキー場はね、逆にゴルフ場がすごくね、あ、いつもですか、うん、そうそう、ゴルフやる人ですか。やりません。やらんのかい。全くやりません。やりそうな雰囲気だったんですけど、僕玉遊びはしませんね。俺スポーツ関係ってもう昔なんかダイビングとかやってませんでしたっけ。あ、ちょっとだけやってたけど、うん、でもダイビングさ、はい、空気吸うじゃん。まあ、地上で空気吸われるから、酸素飛んでからさ空気吸うじゃない、はいはい、あれってかなり乾燥してる空気じゃん。あ、僕やったことないんですよ。あ、ないんだ。シュノーケルはあるんですけど、ね、うん、ないんで分かんないですよ。酸素ボンベから結構乾燥してて、なんかヘレマガシとかしたことありますよ。ああいう感覚なんですか、うん、いや、あれよりもっとなんかこう、もっと乾燥してるっていうか、まあ、今最近はなんか潤った空気を出せるやつもあるんだけど、あ、まあ、そこそこ高いんじゃないの、それ。でもそう乾燥しやすく来るから、うんうんうん、長時間やってると喉がすぐいかれちゃって、カスカスになっちゃう、カスカスガラガラになっちゃうから、あ、水中だから一回外してちょっと水飲むってなるんですか。死んじゃうな。ちょっと潤してちょっと含んでピッてやったらね。そういうことじゃないから。できねえんだな。できそうな気するけどね。雰囲気的に周りは水だから、うん、そうそう、できそうな気するけどね。じゃあやってみる。死ぬわ。いけなかったら、しかも海水だからパサパサになるな。そうそうそう、やばいやばい、うん、喉が頑張って、そうですね、結局ね、それでやめちゃった。お、僕初めて聞きました。そうなんですね。あ、全然違う話ばっかりしてましたけどね、なんとなく戻ろうと思います。ごめんごめん。まあいろんなことありましたけども、セリアのキャラクターたちアプリでも大活躍ということで、あ、そうなんですね。グッズなどの展開もあったそうでございますよ。テイルズ・オブ・アスタリアでは、絆覚醒可能なロクロをはじめ、さまざまな衣装のロクロのイラストが書き下ろされています。大丈夫、アスタリアとか言ってるから、明日言わなきゃいけないじゃないの、うん、いや、そう、明日は明日に違うアスタリアでございますけどね。今日言っちゃっていいのね。はい、今日大丈夫なんですよ。ということでございまして、今回はウェディングと学園のイラストをお借りしました。あ、そう、これはアスタリアの、ね、やつでございますけどもね、
どうですか楽器とか、なんか、岸田さん楽器とか弾けます？全然。全然もう喉がね、自分の喉が楽器だからさ、うん。あ、いいこと言った。確かに。何オクターブ ?7 オクターブとか、そうそう、マライアキャリーもびっくりしたね。懐かしいね、マライアキャリー。エンダーよ。あれ、エンダーだったっけ？それ違うような気もする。そうだね、違うね。違うね。確かに、今言ってそうです、ね。違ったね。うん、なるほど。こちら、学園イラスト、うん、学生時代ってどんな感じだったんですか？岸田さんって。いや、もうネクラですよ。嘘、うん、そう、全然見えない。全然ネクラです。全然ネクラだったんですか？全然ネクラ。なんか部活やってなかったんですか？やってたのかな、うん、記憶が遠いんだ。知らない、あなたの記憶。やってたかもしれないけど、帰ってたよ。帰宅部でした。帰宅部だったんですね。そうそう。うんうんうん、なんもない。先週なんか、青春なんかしてない。青春ないよ。青春ないんすか、なんか、エピソードなかったんですね。なんもなんか思い出したくないことばっかりだ。じゃあ、企画で次に行きましょう。前向いていこう、前向いて。さて、また思い出すのがめんどくさいな。そうね、まあ、結構昔だとね、分かんないですからね。分かんない。分かんないですよね。アスタリアとアイドルマスターのサイド M のコラボでは、サイド M のそんなコラボしてやってたんですよ、プロデューサーさんじゃん。そうそう、そうですよ。本当にそうです、全くもって、ただポテッチャーじゃないですからね。じゃないから、ね、ない方ですからね。プライドフルブルーの衣装に身を包んだイラストも配信されました。何それ、はい、見てみましょう。プライドフルブルー、プライドがすげえマックスの状態で、大晦日になんかやる格闘のあれじゃなくて、あれプライドね、確かにね、うん、結構好きですけど、全然関係ない、格闘技見るんですか、結構、全然見ない、全然見ない、岸尾さんが見るものって一体何なんだ、うん、女の子かな、そっちじゃ、じゃあしょうがないですね、でもアイドルは見ないから、ね、アイドル見ないんですか、アイドル嫌いだから、どれ見るんですか、何ですか、なんだ、なんですかね、キャバ嬢。また結構リアルの方なんですね。リアルそうなんですね。そうそう、ケバイも好きだから。あ、そうなんですね。うん、いろんな情報本当にありがとうございます。いらない情報。いらない情報。いらない情報ばっかり。さてさて、こちらの今のキャッチコピーがあったみたいですね。ほう。刮目せよ、蘭月流ダンス術をご覧あれということで。へぇ、あ、そうか。アイドルだからダンス踊ってるということで。あ、そうなの。岸尾さんでも前舞台とかやってる時ダンスなんか踊ってたんですか？あ、まあ、三ツ矢さんのところで舞台やってた時は踊ってたけど、うんうん、俺、でも俺ね、はい、よくよく後で分かるんですけど、はい、ヘルニアなんで、ああ、うん、ヘルニアだったことが判明し、そうそう判明して、踊ってる時ってその感覚はあったんですか？いや、まあ、若いしさ、まだ筋肉もあったから、うん、それでなんとかしてた、そうか、コルセットみたいな状態になってるみたいな、ね、筋肉の状態とかね、今はもう全然ダメです、あらふにゃふにゃです、ふにゃふにゃになっちゃった、下半身がふにゃふにゃなんだよ。ああ、もうちょっとね、みんなね、見てる女子たちが喜んでますよ、ね。ありがとうございます。もう、ヘルニアから。ふにゃふにゃで喜ぶかい？下半身ふにゃふにゃじゃ、あんまり喜ばないじゃないか。ありませんよ。鍛え直したら、もしかしたら、ね、もうコンセプトカチカチの状態だからやめちゃうね。鍛え直してな、どうやれば。ジムとか行ってないですか、なんかそういうやつ。ジムっていうと、ガンダムのあの量産機、そうそう、それも確かにジムですね。まあそうですよね。あれも鍛えてあるのかな、元から鍛えてあるのかな、どっちかっていうとね。ジムスナイパー結構好きですけどね。いろいろありますけどね、ジムスナイパーね。うん、あのなんかトレーニングとか走ったりとか、なんかスイムとか、なんかランとかあるんじゃないですか、やつは。もうやらないね。顔に変えてもやらないって。まあ、チャリンコね。チャリンコ。チャリンコね。やってましたからね。うん、チャリンコ系の番組やってましたからね。あとは、歩きはします。歩きは歩きます。僕も最近歩きます。ウォーキングザパークはします。ウォーキングザパーク確かにいいですよね。アムロちゃんします。うんうんうん、アムロちゃん懐かしいですね。ゆっくりされてるじゃないですかね、きっとね。そうですね。はい。さんしてるのかな。そうですね。うん、はい、まあ、他にも情報ありますんで、はい、喋っていきましょう。行こう。現在、アスタリアでは、ロクロの仲間であります、うん、佐藤さとみさんが演じているマギルの着物の衣装が配信されておりますので、こちらもぜひともチェックしてください。これお正月ですね。すげえ餅が伸びてる。伸びてんな。めちゃくちゃ伸びてるな。伸びてんな。一瞬うどんかみたいな感じですけどね。ねえ。そうですよね。うまいことやったな。ああ、ちょうどいい感じですよね。食品サンプルみたいな感じですよね。外国人の方が喜ぶような感じですよね。おお、あでやかな。いいですよね。スタイルで。うん、まあ、はい、成人式とかね、あったりすると、みんなこう着物衣装の方結構増えてましたもんね。成人式というかね。成人式行かなかったからな。僕もね、行けませんでした。普通にバイトしましてね。寂しいな。今日は寂しいな。いや、いいんじゃない？寂しくない？全然行きたくなかったでしょ。え？行きたかった？成人式。なんとなく興味ありましたよ。あ、そう。なかったんですか？全然興味なかった。何やってたんですか、その時。何してました？寝てたんですよ。寝てた？超インドアで。寝てたと。あ、寒いし。まあ、確かにね。寝てた、寝てた。ま
一人で寝てたかどうかわからないけどな。みんな喜びますよ。ありがとうございます。ちょいちょいいただきまして。喜ぶかなこれ。さっきあったかいホテル。ありがとうございます。とんでもね。さてさて他にも、テイルズオブザレイズでは2018年の12月に実施されました仲間参戦イベント、ティルナノーグニューイヤーオンを忘れることの中で見てロクロがプレイブル参戦。ははさようでございました。そうなんですよ。うん、はい。大事ですよね。配信された魔境は、お兄ちゃんいるんですね。お兄ちゃん、そう、三刀流のお兄ちゃんがいるんです。三刀流のお兄ちゃんがいるの、うん、まあ、ちょっと違う作品ですけど、ね、うん、なんとなく今ね、まあ、いろいろこうちらつきました、うん、海賊系のやつですね。そうそうそう、こっちの三刀流のお兄ちゃん、そうなんだ、しぐれって言うんですか、しぐれ、しぐれです、その最終決戦前を描いたものになるそうでございまして、うんうん、これ、あ、この左側の方がお兄ちゃん、お兄ちゃん、三刀流のお兄ちゃん、三刀流のお兄ちゃん、あー、ね、そうなんだ、うん、へえ、かっこいいですね。そう、強いんですよ。強いですよね。ほんと、あっちでも強いけど、こっちでも強いんです、ね、両方とも強いですね。両方強いんですよ。マイちゃん、ね。マイちゃんもやっぱり剣使うんですか、この状態でもしぐれも。あ、そうです。すげえ剣を使います。おうおう、うん、へぇー。なんかこれ書いてある情報によりますと、うん、兄のしぐれはこれ非常に強くて、ろくろは兄に負けちゃった。負け取りますね。で悔しくなっちゃって、うん、勝ちたいっていう気持ちがこうやって溢れて、はい、なんかこう、野者になった。そう、カッペさんの方にね、うんうんうん、犬屋社の方にね、そっちの方になっちゃう、犬屋社になっちゃう、いろいろコラボレーション多いからね、拾うの大変だよ今日はね、うん、嘘吹くから犬屋社になっちゃうなるほどね、うんうん、そういうことなんですね、セッションまで出たりね、そうですね、そういうこと、はいはい、ですね、はい、なんのこっちゃえ、また魔境とともに追加されましたろくろの衣装新年の装いは現在プリズムと交換できますんで、衣装が欲しいって方はぜひとも交換してキャラカスタムしてくださいです、そうでございます。うん、はい、あともう一つありますね、このイベントでベルセリアのパーティーメンバーはザ・レイズに全員参戦となりました、おめでとうございます。はい、そうなんだ、よく、よくわかんないけど、うん、そのためでございますね、うん、シナリオログにあるスキットでは歴代キャラクターたちと賑やかに過ごしている、ね、姿も見れますのでぜひともこちらもお見逃しなくよろしくお願いいたします。見てください。さあ、じゃあ次のコーナーに行ってみましょうかなと思います。行ってください、もうお任せです、はい、以上教えてテイルズトークでございました。続きましてはこちらのコーナーに参りましょう。ファブリケのお言葉始まりました。お、ファブリケ、ファブリケ、ファブリケ、シュッシュッシュッシュ、いい匂い、いい匂い、そうじゃなくて置いといて。ありがとうございます。はいはい、ファブリケね、ルック・フォン・ファブレのね、私の家の、はいはいはい、なる、失礼します、ちょっとそういうご相談コーナーでございます。ご相談コーナーご相談、ご相談、気象さんにご相談が来ますんで。あ、そうです。で、答えてもらうという感じでございます。わかりました。はい。さてではですね、皆さんからのお問いに答えていきましょう。ハンドルネーム、ブタザルさんからいただきました。さあ、どんな内容かと言いますと、鈴木さん、木曽さん、こんばんは。こんばんは。はい。いつも配信楽しみにしております、うん、私は新しい就職先が決まり、来月に引っ越すことになりました。あ、そうなんですね。あ、そうなんです。でも新しい環境に慣れるか不安があり、うん、人見知りもするんで、初対面の人と仲良くやっていけるか心配です。うん、こんな私ですが、新生活に自信が持てるように励ましの言葉をお願いします。ということで、はい、これ励ましてほしいそうなので。誰だっけ、ブタゴリラさんでしたっけ、あ、ね、もしかしてママそうですね、ママブタゴリラ、ブタゴリラ、ブタザルですね、ブタザルさん、あ、サルか、惜しかったな、今のはね、ご師匠さんですよねご師匠さんって面白い、ご師匠さん、ご師匠さん、ね、面白いね、ちょっと見えましたね、そうです、でもね、これね、私に聞くのおかしいよ、はい、私こそザ人見知りだから、あれ、そうでしたっけ、そうですよ、もうそうなんですか、本当に強烈な人見知りですから、え、そういう時ってどうするんですか、うん、知らんよ。泣いてんすか、もう30年近くやってるじゃないですか。どうやってこう、なんかこう、うん、うまいこと人見知りの状態を。ない、人見知ってればいい。人見知ってる。人見知ってればいい。見知りながらどうすればいいですか、見知りながら。見知りつつの寝てればいいんじゃない見知りから寝てればいい。ね、寝るの重要だから。俺もロングスリーパーだから。ああ、ってことは寝てる人見かけたら、あの人は人見知り。そう、人見知り。あいつ人見知ってんなーっって。だから寝てんのか、現実逃避してんのかな。そうそう、寝るっきゃないもんな、人見知ったらさ。じゃあしょうがねえな、つって。そういうことです。そうなんですよね。じゃあこの方に、まあ、ひとまず励ましのメッセージということで、はい、一応これ、キャラクターの名前言いますと出てきますので、まずはちょっとルークでね。はい。はい。読んでみましょう。ルーク、カモン、はい、来ました。あ、来た。はい。じゃあなんかちょっと一言言いますね。はい。おい、ブタザル、初めてのやつはな、全部ブタザルだと思っとけ。おめえは悪くねえ。
ペンチャーでございます。はい、まあ、よくジャガイモだと思っとけみたいな感じの理論で言っときゃ、なるほど、なるほどね、うん。緊張しない対象に変えちゃうという。豚が猿だと思ってりゃいいだろう、そうですね。なんで、一応ちょっとね、じゃあお師匠様でお願いします。はい。あ、そうです。六六カモンって言ったら、あの、出てきますんで、六六カモン。はい。あ、俺もやんの？あ、もちろん、もちろん。はい。じゃあ、お師匠さんかも。私ちょっと来た。なんだろ、お師匠さんっぽい。この顔からあの声が出るのか。じゃあ行きましょう、ね、じゃあお願いします。はい、寝ろよ、豚ゴリラ。ママはい、寝てください。いや、本当もう、素晴らしい。本当もう、いいチョコだらけでございましたね。そういうことで。寝まくればいいんですよ、ね、寝ればいい、寝れば全て解決する豚ゴリラになっちゃった寝ろよ豚ゴリラ寝ろよ豚ゴリラ、そうそうそう、結構強気のとんがりでございますさて、じゃあもう一度言いましょうかね、うん、じゃあハンドルネームアンナさんからいただきました。鈴木さん、木曽さん、こんばさだ、こんばさだ。どんなアンナ、どんなアンナ、どんなアンナ、こんなアンナでございます、ね、ありがとうございます私は朝起きるのが苦手で、うん、さらに今の時期寒くてもう布団からなかなか出られないということでございます、うん、仕事に行く前はいつもバタバタして準備してるそうでございますね、うん、早く起きれるようにカツを入れてほしいそうでございます。これ嫌な予感しかしない。これまた同じ流れや、寝てろ寝てりゃいいんだよっていうことで。でも今回アンナさんですから、あの豚ゴリラ的なものを使いませんからね。だからどんな感じになるのかちょっと悲しいですよね。じゃあちょっとあの、まあ、叱るということでアッシュを呼ぼうと思います。なるほど、はい、はい、アッシュカモン。はい、めっちゃ怒ってますね。おう、うん、おい、アンナ、いっそのこと、朝まで起きておけ、このクズが！なんじゃろうですね。うん、まあ、いっそのことも寝ないと。もうスパルタ選手で、いっそのこと寝ないとハイテンションでいけるっていう説もありますから、ね、冒頭で言ったみたいにね。スパルタ X でね。スパルタ X でね、懐かしいですよね。どっちの方かな、ゲームの方かな、それとも映画持ったよね。ね、ああ、どうしようかな。俺はどっちがチェンだな、俺チェンのが好きだな。どっちもいいんだけどな。それは置いといて、アンダさんの開始よろしくお願いします。はい。じゃあ、じゃあまたちょっとお師匠さん。はい、じゃあお師匠さんお願いします。はい、します待ってます。出てください。楽しいですよ、お師匠さん。お、来た来た来た、よし、師匠じゃあ行きますか。はい。はい。はい。じゃあ、3、2、1、いきます。3、2、1、9。アンナ？アンナ！ママー！いいチョコだらけ !3 つですありがとうございました。さすが師匠アンナ、アンナ。アンナ、アンナ。これ、無限ループじゃないですか。アンナ、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 どんどん締めネタになってきてね。いやアンナの穴みたいになっちゃうけど、それはいかん、それはいかん。皆さん喜んでますよ。喜んで、絶対喜んで。あれ、おかしいな。あんたんとこのマネージャーが一番喜んでんじゃないの。あいつも一応プレイヤーなんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。プレイヤーなんですよ、ね。プレイヤーでございます。やったら受けてたよ、はい、下ネタに。あ、ほんですか？穴に受けてました。あ、ほんですか？なんね、きっと姫なんでしょうね。ね、はい。さあさあさあ。さてさて、じゃあもう一つ行こうかな。これはもう六郎さんに行ってほしいみたいな感じなので、行きましょうか。あ、もう一つ行っていいの？はい、あ、もう次行った方がいい？はい。もう一個だけ行っちゃう。大丈夫。はい。いや、長くなるよ、最後って言うと。大丈夫ですよ。まあ、長く師匠でビシッとね、決めてほしいみたいな感じです。はい、ハンドルネーム、ティーパックさんからいただきました。あ、ティーパックマン。はい、いいでしょう、ティーパックマン。はい、パックマンさんですね。うん、ちいちゃん、ちょうさん、こんばん、アンバサダー、アンバサダー。アンバサダーです。毎週楽しく拝見させていただいております。木曽さんがいらっしゃると聞いて、せっかくなんで、六郎に叱られたいことを一生懸命考えたんですが、考えすぎて何にも思い浮かびませんでした。うん、こんな私を、ビエンフーのモノマネで叱ってください。うろ覚えでも構いません。ビエンフーは語尾がなんとかデフ、なんとかデフようになるキャラクターですというふうに注意書きがあります。ということで、そうなんですね。ビエンフーであってほしいということなんで、これはもう、もうこれ、六郎限定の、これはね、お言葉でございます、ね。でも、ビエンフーなんでしょ、なんで、師匠、ビエンフーバージョンで、いただけると非常に師匠のビエンフーバージョン。めちゃめちゃ盛り込むで。六郎が来るでしょ。絵的には六郎が、はい。なんかこう雰囲気もなんか、はい、醸してるとさらにもうモアベタかな、ね。カモでね。はい、そうですね。はい。じゃあちょっとじゃあまた六郎師匠。六郎師匠、カモン。六郎師匠。はい。これちょっと来ますよ。ビエン風のものまでで。ものまねで、それで師匠の感じの雰囲気ね。普通、なんとなく六郎的にまとめていただけるとこれ幸いと思います。どうやるのこれ。いや、師匠さん大丈夫ですよ。いけます、全然いけますよ。わかりました。じゃあ3、2、1、1を出させていただきます。はい。3、2、1、9！バカ者ディフーよ。ママー何なのこれ。いいチョコだらけ、5つですありがとうございました、師匠5つです、うん、ありがとうございました
ありがとうございます。ファブリックのお言葉では皆さんからたくさんのお便り待っておりますよ。ルークに励ましてほしいこと、アシに叱ってほしいこと書いて送ってください。以上、ファブリックのお言葉でございました。またね、いいチョコだらけ。公式配信ステージのお時間でございます。スキットをやっていく前に貢献度ランキングを発表したいと思います。まず3位はチップスターさんです。おめでとうございます。はい。2位は優先さんです。おめでとうございます。はい。そして1位はミスター恩返しさんでございます。おめでとうございました。さて、1年半ぶりの生スキットでございますけどね。はい。なんかこう、顔のやつをね、こう出したり、止めたりして、ね。ああ、自分までやるんか。そうなんです、そうなんです。手旗信号。はい。これでございます。いろいろ表情ありますからね。表と裏の状態の顔つきましたんで、どっちでも大丈夫になりました。あ、同じですね。はい。そうでございます。はい。はい。じゃあやっていきましょうかね。はい。いけそうですか？いけるよ。まあ、とりあえずやっていきましょう。はい。じゃあ、張り切ってまいりましょう。テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネルスキット、スタート。じゃあ、僕からいきますね。はい。確か、この辺りだと聞いたが。合ってるのがねえぞ。早く出せ。合ってるのがねえ。いいから早く出せ。なんかミックスになったって感じだな。うん、そうだ。うん。せい、あっつって。ん？いたか。おい、六郎。どうしよう。合ってんのかねえぞ。ぶつぶつが多いね。早く出せ、六郎。せよっつって。うん。お、アッシュじゃないか。ちょうどいい。うん、素振りの素振りをしているところだったんだが、うん、その素振りがあと数回で終わるところだ。ってことは素振りじゃないんだよ。そうだ、素振りをしている。素振りだけだ。じゃあ何をやってたの？素振りの素振りをしてただけだ。パントマイム。分かった。そういうこと。エアー、エアーってことだな。ひとまず話に戻す。エアーだけにエアーって。エアーは断る。あ、手合わせダメってこと。手合わせもどうでもいい。な、でもどうでもいい。それはいいんだが、最近この辺りで何をしていたんだ、素振り会だな。素振り会。早くしろ。あ、これ合ってる。早くしろ。最近この町は騎士用のほか、あ、騎士団のほかにも、自警団や武術の道場も多いし、闘技場があるからな。稽古に混ぜてもらったり、闘技場に参加したりしていたぞ、つって。ああ、ぞ、つってか。そういう語尾だったか。まあ、そういえば聞こえはいいかな。手合わせと称して片っ端から腕利きを叩き伏せているだけだろうが。おかげで、騎士団、自警団、回転休業状態だ。おう、そうか。戦う相手が多いのが嬉しくてな。すまん。うん。貴様そういうテンションでずっと行くのか。もうちょっとテンション上げろ、このクズが。ごめんなさい。謝るだけか。まあ、いいだろう。まあ、手合わせをするなとは言っていない。お互い刺激にもなるからな。頻度を考える。これだ、多分。うん。あ、言っちゃった。よいしょ。しばらくは一人で稽古するか。と、その前にここまでご足労いただいたんだ。どうだ、アッシュ一本。おい、俺の言ったことを理解しているんだろうな。これ。お前に手合わせしてもらってから控える。なるほど。顔は笑ってるが、言葉は笑ってないな。あ、ちょっと違った？うん。まあいいだろう。まあ、情けくらいはくれてやるか。ちゃんちゃんですね。あ、ちゃんちゃんなんだ。はい。なんで一回これでストップしますんで、はい、あとまたなんかちょっとプラン考えておいてください。楽しみにしてます。今回は六郎の稽古に足が付き合うことになりました。報酬の入手貢献度につきましては、左下のメニューボタンから報酬タブをタップ後、クエストタブでいつでも確認が可能でございますよ。エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換、購入が可能でございますんで、上位目指してたくさんエールを投げてちょうだいね。さあ皆さん、エールの準備よろしいでしょうか？ここでズバッと使ってね、参りましょう。テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネルステージ、スタート。さあ、また短いスキットに行きたいと思いますよ。そうなんですよ。俺、全然分かってない、これ。もうプランできましたね、もうできましたね。もう、プラン、分かんないけど。5秒ぐらいありましたか？大丈夫です。分かりました。プランもできました。できます、はい。プランもできます。どちらかが1本取ったら終わりにするぞ。早くしろ。ないよ、これ。今日は俺はこれか、これしかねえんだよ。今日これか、これしか。なんで2種類しかないの？この表彰しかなかったの。他もあったんだけど、これしかないんだ。使えるのはこれしかないんだ。ちょっと待った、ゴール。ちょっと待ったゴール。よし。
俺は一本とは言ったが、勝負が一回とは言ってないぞ。せっかくなんだ、ここは三本選手でどうだべさ。うん、どうだべさ、なまるな。ヘリクスをこねるなと言いたいところだが、それくらいならばいいだろう。行くぞ、構えろ。全部か。いや、構えた。アシュラマンか。アシュラマンだったらどうかな。これかな、これなのかな、表情がどうなのかな。さあ、どうしもカオスな展開で、これもこう表情こういうことじゃないですか。こうアシュラマンのこうか。こうか、そうだね、三面の方だね。三面の方だね。これいいから。これいいからアシュラマンいいから。さて、皆さんのゲーム画面見ながら、なんとなく一問一答に答えてもらおうかなと思っておりますんで、喋ってくださいね。あ、はいはい、お前でも全然分かってない。全然分かってないですか。全然分かってない。ここはあのフリートークのコーナーになりますんで、うん、あ、フリートークなんだこれ。あの、ざっくりとフリートークのコーナーになります。あ、そうなんですよ、はい。しぐれに勝つべく強い太刀を作るため、太刀の金属を探していた六郎ですか、はい、そうなんですね。そうだよ。そうだね。そうそう、タチか猫かって言われたらタチだって答えてた。うん、そうなんだね、うん、そうなんだ、答えてた。そうなんだ、うん、猫もいるんだね。そうそう。さあさあ、皆さんがこだわりたいと思うもの、こだわっているものはありますか、だそうですよ。皆さんがね。そうそうそう、皆さんが、まあ、おそらく岸尾さんがこだわってるもの、僕たちです。あ、俺皆さんもう複数系僕らしかいないんで。皆さんいるか。わ、見てる人かと思ったわ。意外と僕たちでした。そうか。そう。岸尾さんがこだわってるやつとかってありますか。なんかこだわり、ねえ、なんかありますか。まあ、あんまこだわらないとこがこだわりじゃないのかな。なんかちょっとかっこいいキムタクみたいな感じでしたけど、ちょ違うかな。ちょいナックしたいから。あの CM いいっすよね。ちょっとね、食べてもらいますよね。グラメゾンね。そうそうそう、三つ星ね。はい、それ置いといて。でなんかないですか、例えばこう、服装とか髪型とか、なんかこだわりありそうな雰囲気もありますけど、ちょい残しヒゲとか。こだわりなの、こだわりなのかな。もうこだわりわかんないよね。こだわりわかんない。すぎて。なんか趣味とかないですか。趣味。もうないよね。あ、ここに書いてますよ。モノマネ。モノマネはきっとあのこだわりがあるんじゃないかって書いてます。岸尾さんに酒飲ませたら誰だって書いてます。もうなんか飲酒疑惑入ってる。何もしてませんよ。そうですか。水しか飲んで。浸水しか飲んで。浸水っていうと、おそらくそれはもうおそらくこれはもしかしたらと。なるほどね、こう、うん、ちょっとね、ちょっと未知の見事的な感じがしますけどね。よーしゃべんな。これ助かるね。そうですか。一応広範と、うん、まあ限界値ありますけど、ギリギリのところまでなったらちょっと。よーしゃべってくるか。もう見てたいよ。じゃあせっかくだとおしゃべりしましょうよ。なんかこの間もそんなようなこと言った気するけど、ね。確かに、なんかテンポ感みたいな話ありましたよね。うん、そう、なんか。うん、頑張らなくていいんだって。頑張れ気象大輔、頑張れ。もうちょっと頑張れ。ゆったりとしておこうかなって。うん、でもこだわりって言うと、いや昔はこだわりがあった方だったんですか。逆にだんだん徐々になくなってったかな。年を重ねにつつもしたかったみたいな。もうでももう昔のことだけど覚えてない。記憶の方でほら、お師匠さんたちとの時のなんか舞台のやつとか、なんかそういった時って覚えたりします。こだわりでしょ。こだわりっていうか、もうただがむしゃらにやってるだけじゃん、若い時ってさ。なるほどね。うんうん、こだわってなんからんやんらやらこだわってなんからんない。らんないぜっていう感じがあった。そう。なるほど。でもほら、お師匠さん逆にこだわるじゃないですか。それもっと違う、もっと違うよみたいな。あ、お師匠はああいう感じなのに、うん、大輔、そこはもっとナチュラルにやってって。あなたがナチュラルじゃないってすげえ思いながらね。それはお師匠さんなりのやっぱナチュラルですけど、完成させた結果ですからね。そうだよね。歌舞伎みたいなもんですからね。それなんだ。そうなんかステージボス倒しちゃったみたいなんで。あ、そうなの。誰が倒したの。皆さんが今倒した。皆さん、これは皆さん、これは皆さん。そうこれは皆さん。難しいな。俺向いてないわこの番組。大丈夫。皆さん喜んでますから。あの、分かってなくてもそれ皆さん楽しんでくれても大丈夫です。竹本先輩は分かってんのこれ。分かってますよ。分かってる。めちゃくちゃ分かってますよ。だから特番的なやつなんかだと、ほとんどどっちが MC か分かんない状態でありますから。本当。すげえな。
1ミリも分かってね。分かってない状態でもう30分過ぎてますから、このままの30分なんかぼーっといきましょう。ぼーっと、ぼーっとしてていいの？全然ぼーっといきましょう。ただ、このセリフは喋ってください、ね。ぼーっと、じゃあ、喋ります。はい、では、エンディングの状態のスキットの方に行きたいと思います。あ、びっくりした。もうエンディングなんかと思った。エンディングスキットっていう名前なんですよ。あ、エンディングスキットね。ちょっとややこしいですけど、じゃあ、9ページのところの66からお願いしますよ。え、まあ、もう表情がまたないよ。どうします？もう逆になんかこっち使ってみたりしますか？でも、だって、そう、やれやれ。やれやれ系な。やれやれ系、これやれやれ系とか。これやれやれ系ですよ。あ、やれやれ？でもなんかちょっと、まあいいか。これやれやれですか。はい。はい。ふぅ、いやー充実、あ、言えね。いやー充実した手合わせだった。アッシュ、お相手、感謝する。俺もそっち使おうかな。じゃあそこはこれ使おうかな。どういう風でもいいよ。じゃあ師匠君にやればいいのかな。いやー俺も得るものあったぞ。あ、じゃあこれはこれは合ってる。ん？そうか、そいつは良かった。ところで俺が倒してしまった奴らが感知するのはいつ頃なんだ？じゃあここでも落とすか。なんだ、見舞いにでも行くのか。あ、これもまだ合ってるのか。大丈夫ですか。いや、感知したらまた手合わせを願おうと思ってな。うんうん、ああ、心配しなくていいぞ。次からは一日一人ずつにするつもりだ。これなら大丈夫だろう？貴様、本当に話を聞いていたのか。そんなに戦いたいなら、凱旋所の魔物討伐以来でもやっていろ！ちゃんちゃん。ちゃんちゃんなんだね。はい、そうですね。はい。さあ、そんなことを喋ってるうちに、うん、ランキングが出てきましたんで。俺たちのせいじゃないだろ。見ていこうと思います。俺たちのせいじゃないだろ。結構、師匠さんって、アドリブってなんかどんな感じとの、なんか瞬間的にこうなんか考えつく感じでやってるんですか？アドリブのこだわり的なやつとかって、どっちのパターンが多いですか？いや、もう、両方。なんか、フェスの時とって、なんかこう、一緒にやっぱやった時って結構アドリブが入ってきて、うん、なんか覚えてるのは、ちょっと時間ちょっと繋いどいてみたいな感じのアドリブを言って去ってったんですよ。で、繋いで戻ってきたら、長すぎって言われて、あんたが繋げって言ったんやんひどいね。あなた。全然覚えてないけど。意外とね、俺覚えてる。すごい。そう、そんなのあったから、結構その瞬間的にもうなんかね、こう、エチュード的に出てくるのかなと思ったんですけど、そうなんですか？それもあるし、どうしても、最初に読んだ時に、うん、これ痛いって思ったやつはやるけど、いや本当に半々だよ。確かにでも基本的に自分が面白いと思ったアドリブじゃないと結構やってもしょうがないですよ。なんかね、そうですね。ありますね。まあチャレンジもするけれどもね。たまにってもあるじゃないのかな。感覚かなと。感覚。刹那だから。おお、刹那かっこいい。今きっと喜んでますよ。もう一回ください。はい、3219。刹那ってブーンって飛んじゃう。それじゃねえよ。1個前のやつ使います。今は自分を褒めたい。よく出た。そう。やっぱり刹那はね、刹那からの刹那大事ですよね。はい、よく出た。乗るなら刹那。ちょっとね、ランキング読んでいいですか？読んで。ランキングも。読んでくださいね。何のランキングかさっぱりわかんないけど、読んで。はい、3位はチップスターさんです。おめでとうございます。晴れた、そのチップスターね、そう思います。マジの鳥さん。そうそうね、美味しいですからね。これカップスターや。そうですね。さて、2位はミスター恩返しさんです。ミスター。美味しいよしかない。ミスター味っこしかない。ね。はい。1位は、ゆせさんでございます。はい。ゆせさん。ゆささんじゃない？コウジさんね。だろ？はい、ございました。さあ、終了までまだまだステージございます。逆転できる可能性は十分ありますよ。上位目指して頑張ってください。以上、テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネルステージ、六郎の日常でございました。来週も一緒にプレイしましょうね。お楽しみに。日常だったんだ。ケンティのライブビーツ。クイズ大喜利予測変換。占い記念日運試し。気になった方は、テイルズ・オブ・アンバサダーのケンティこと、モテギ・ケントがお送りする、ケンティのライブ&ビートをチェック。テイルズ・オブシリーズのことから、日常のことまで、いろんな企画で僕と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。俺と一緒に、スリル満点の大冒険に、行こうぜ。テイルズ・オブ・ニュース、始めました。でございます。こてっちゃん、梅ちゃん、よろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。どっかぶりどっかぶり。あ、すいません。ありがとうございます。いや、あくれよ。じゃあ代わりにこれ出してください。はい、じゃあね、梅ちゃんね、せっかくなんで一言ちょうだい。はい、皆さんの応援のおかげでまたこの場に戻ってくることできました。本当にありがとうございます。今日
今日もエネルギー全開でお届けいたします。よろしくお願いします。はい、でございますんでね、気象さん今ちょっと送ってる状態でございます、まあ、だって俺も お水もね、お水も飲んでもらって、いろいろ情報を言ってくれるでしょ。そうです、そうです。で、あのコメント時には気象さんちょっとインしていただいてかなりいい。あ、お願いします。そういうのもいますんで、まあまあやってやる。さあ、じゃあまずは、自分たちのキャラクターで告知を。今ルーク飛びましたね。お、あれルーク飛んだ。今ルーク飛びました。ありがとうございます。ちょっとの名前を確認して、誰か飛ばしてくれたのかな。お、じゃあ、はい、じいちゃんも飛んだ方がいいんじゃない。あ、あのセスナみたいにね。もう何もトップコーって今トップコーって言ったホーみたいに飛んでもいいでしょ。弾ける感じで、うん、え、ゆっこさん、ゆっこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、さあさあ、ではですね、キャラクターのね告知でやっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。そういや、その背中に背負ってるでっかい剣、使ってるの見たことねえけど、盗品か？な、失礼ね。これはちゃんと私のよ。いい？とっておきってのはね、そう簡単には披露しないものよ、シェフ。いやいや、その剣はこの俺の。俺、気のせいかな。ちょっと待って、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 巻き戻して。今回の台本は、確か、はい、なんかちょっと違うカレーの声が聞こえてきたの。あれ、小手ちゃん今喋った？僕、あの、行こうと思ったんですよ。何か、あの、聞き覚えのある声が聞こえまして。そうだよね。今なんかこう、セスラでふわっと現れてるのが立ってた気がするんだけど、どうでしょうね。ポップコーンみたいに弾ける人だったよね。びっくりしました。ちょっと待って、もう一回、ちょっともう一回やってみようかな。もう一回行きましょう。俺、聞き間違えたかもしれない。ちょっと、手伝ってみてね。はい、もう一回頭から、すみません。3、2、1、9。そういや、その背中に背負ってるでっかい剣、使ってるの見たことねえけど、盗品か？失礼ね。これは私の、とっておきってのはね、そう簡単には披露しないものよ、シェフさん。いやいや、そういや、あれ、ちょっとスタジオ、別のスタジオ今日なんか。感染してるんですかね。違うかな。ちょいちょいなんか出たがってるんだけど、本人引っ込んでるやつそうなんですよ。めんどくせえ、めんどくせえやつ。めんどくせえやつ。下ネタか。いやいやいや、もう進まなくなっちゃったね。うん、もうおそらくもう大丈夫だと思う。もう満足したはずだから。はい。じゃあ、もう満足した。はい。テントスリーでも決めようじゃん。はい、決めましょう。下ネタが言ったから。はい。下ネタと思っても押し切ってくれるから。はい、押し切ります。来ない可能性が高いから。押し切ります。来ない可能性が高いから。はい。来ない可能性が高いですからね。はい。もう大丈夫。はい。もう何なら帰ってもいいから。あと20分頑張って。あと20分だけいて。じゃあラスト3、2、1、9どうぞ。そういや、その背中に背負ってるでっかい剣、使ってるの見たことねえけど、盗品か？な、失礼ね。これはちゃんと私の。いい？とっておきってのはね、そう簡単には披露しないものよ、シェフさん。なるほどな。キャップ娘がそいつを抜くときは、よっぽどのことってわけか。そういうこと。さて、そろそろお仕事お仕事、行くわよ。おう、おう。最後だけ出てきましたね。うん、ずっと聞いてた。意外とおとなしく聞いてた。意外といいやつだったんですね。そろそろ怒られる。ちょうどいい感じでしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。コラボレーション、まさに。横関の贅沢だよ、君たち。塩さんとコラボレーション。ユニゾンができると思います。また塩さんだったら誰だか分かったからね。どこで応援したか分かんないけど。完全に浸水に酔っ払ってるやつ。ミキの御事かおい。すごいて。はい。じゃあ、告知関係たっぷりありますんで、よろしくお願いします。はい。はい。この番組では、皆さんからのご意見、ご感想も待ってるぞ。うん。お便りは画面にある赤枠部分をタップすると表示される投稿フォームから投稿してくれ。あ、いいね。今ちょうどパンしてるね。カメラパンして、もう一緒のことこっちをこうぐーっとね。そうそうそう。見えてるから、見えてるから。そう、あ、これでいいですね。じゃあ、この価格でいきましょう。はい、じゃあ、続けてちょうだい。はい。鈴木さん、ゲストさん、俺たちアシスタントへのメッセージをはじめ、ゲストに来てほしいキャラクター、もう一度出演してほしいキャラクターも待ってるぞ。はい。お便りが採用された方には、番組特製の名刺をプレゼント、うん、
ウェブから投稿するときは、あなたの ID の記載をお忘れなく。はい、お願いします。そして、本日の番組の再配信は2月2日の日曜日、お昼の11時から配信予定。はい、クエストも実施されますので、お見逃しなく。はい、また、この配信後に1月20日配信会の過去配信動画も配信されますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。キャスト配信のクエスト報酬をご紹介だ。岸尾さん、今ね、映ってない。今ね、画面的に映ってないと怪しい。そうそうそう。テブラっぽくね。そうそう。もういい。もういいですよ。もう開きました。開きました。で、途中だったね。はい。なんだっけ、もう忘れちゃったね。キャスト配信の、キャスト配信のクエスト報酬も紹介するぞ。お願いします。水曜日のメンテ終了後からのキャスト配信の報酬は、着物スパーダの空張りだ。このアイテムをキャスト配信限定、はい、キャスト配信も同じくポイントクリア制になってるから詳しくはキャスト配信をチェックしてくれよ、はい、そしてなんと私梅村のですねキャラクターボイス収録イベントを実施が決定いたしました。期間はですね2月4日の火曜日から2月13日木曜日まで、はいはい、貢献度数4000万ポイント達成でキャラクターボイスリアムの収録ができ公式サイトでの公開をすることができます。ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、よし頑張るぞ。よしそうか、リアムね。はいさてさて、アスタリアの告知なんかもありますね。お願いしますよ。はい、テイルズ・オブ・アスタリアからのお知らせです。はい、テイルズ・オブ・ゼスティリアアニバーサリー、うん、テイルズ・オブ・ゼスティリアの5周年を記念して、うん、星5スレイが登場する覚醒フェスや限定の絆ソウル、テイルズ・オブ・ゼスティリアキャラクター専用強化アイテムなどが手に入る期間限定のログインボーナスなど、はい、アニバーサリーキャンペーンを実施中です。5周年間おめでとうございます。早いですね。はい、そしてそしてそしてスペシャル召喚に晴れやかな着物に身を包んだ星5リオン、うん、マギル、アーチェや星4プレザが登場、うん、さらに期間ごとに特定キャラクターの出現率がアップするピックアップ召喚も開催中だ、はい、なお本日16時からアーチェがピックアップされているのでお見逃しなく、詳細はアプリをチェックだ。はい、お願いいたします。はい、他にはレイズの告知もございますね。お願いします。はい、はい、テイルズ・オブ・レイズからのお知らせです。はいはい、クレス、ミント、リアラの精霊層が登場する新イベント、精霊層、クレス、ミント、リアラが開催中、うん、イベントをプレイして精霊編を入手し精霊層を作成、強化しよう、はい、また精霊層、クレス、ミント、リアラガシャも開催、うん、このガシャではクレス、ミント、リアラの装備、精霊層のみが出現いたします。はいはい、他にもクレス、ミント、リアラの装備、魔境が手に入る期間限定のステップアップガシャも開催中です、うん、こちらのガシャでは決戦魔境やオーバーレイ魔境もラインナップされてますので、そちらも合わせてチェックしてね。はい、お願いいたします。来週2月10日のゲストもご紹介しておきましょう。テイルズ・オブ・ファンタジアからミント・アドネード役の岩尾純子さんでございます。今ちょうどミントのお話が出たので、ミント役の岩尾さんでございます。はい、お楽しみに。塩から岩尾さんにね、そしてまた戻ってくる可能性もありますから、ね、いや出ねえだまだかみたいな早い早い、ね、もしかしたら先月来たばっかりみたいな。そこはさすがに早い。さてさて、他にもザ・レイズのマイルームの告知もありますね。はい、あるね。現在ザ・レイズにてミントの精霊層イベントが実施中ということで、来週はザ・レイズの運営さんが遊びに来てくれることになりました。ということで、うん、久しぶりのザ・レイズとの連動コーナー、ザ・レイズマイルームを募集します。はい、前回の大賞はこちら。どうだったかな。あールークはね、本日のゲストはチャットさんです。またそのチャットさんの応援をしたいという人が来てくれました。それではどうぞ。メルディーが入な、チャットはこと、メルディーを応援するよ。ルークはまた、リリース千日祝いにラピードは記念品を持ってきてくれました。チャットは僕帰ります。ということでですね、こういう限定でございました。こちら対象でしたね。はい、あ、なるほどね。はい、そしてそして、はい、そして来週のゲストはミントということで、うん、癒しです。癒し、あなたの癒しをテーマにコーディネートしたルーム画像とコメントを募集します。なるほど、いやらしいルーム画像とコメント。おー、岸尾さんのそのなんか癒しっていうと、いどっち今どっちだったどっちだった、癒し癒し癒しの方で言うとどっちですか。どっち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 
ちを言えばいいの自己判断で癒しで言うと、なんか癒されたりします。例えばなんかワンちゃん飼ってる、猫ちゃん飼ってるとか、ペット系とか、もしくは外に行ってなんか自然の空気を吸ったりとか。あ、自然はいいっすね。あ、まあ自転車乗ったりするみたいですから、結構ね、いろんなとこ行かれたりするんじゃないですか。こうでも大体コンクリートジャングルだね。コンクリートジャングルですか。あのほら、よくあの箱根とかああいうね、とこ行ったりとか、あの海際行ったりとか。リアルガチじゃないんで。やばいよ、やばいよ。できねえな。できなかったな。できなかったですね。できなかった。あ、じゃあ意外とそのなんかね、自然に行くけど、まあそこまでじゃないですね。そう、チャリンコではない、ね。チャリンコでは行かないですね。なんかあるの君たち癒し系っていうと。僕はもう地元が大分県。なので、いいね、温泉です。あ、温泉だ。はい。俺、大分の温泉ってさ、何白濁系？そういうとこなんかこう、どっちかっていうと。そうね、どんな何系白濁してるんだ。別府なんですけど、あの、ほとんどの、あの、世界にある、人が入れるタイプの温泉の9割ぐらいが、全部揃ってる。まあ言ってたよね。はい。だからもう、どのタイプの温泉でも入ることできるわけですよ。ほとんどあるんです。うわ、面白いね。なので、それこそ白濁系もありますし、なんかちょっと、硫黄系のちょっと黄色っぽいやつとかもありますし、道路湯みたいなやつとか、まあ、透き通ったやつもありますし、あと海岸線に行くと、砂湯とかもあるんですよ。砂湯、はい、あの、なんかこう、首元までさ、砂かけて。そうそう、砂かけてもらって。あったかい状態にするみたいな。はい、あの、蒸される感じのもあるので、本当に。湯ではないんだよ。砂なんだよ。砂です。湯じゃない。湯じゃないんですよ。あれなんでしょ、その、まあ、地熱を利用してみたいな感じなんでしょ。そうそうそう、地熱。もう地熱はよう出るけど。小学生か。心がそうです。心が小学生。はい。なんだ、次が、2月3日。10日じゃなくてね。あ、10日じゃなくて3日ね。あ、そうでしたね。はい、はい、どうございます。2月3日のゲストは、岩さんでございました。あと、ゆずさんからルークのエールいただきました。ありがとうございます。戻して、なんか癒し系あったりする？やっぱり猫にかなうものはないと思います。あ、猫飼ってる。猫派ね。猫めちゃめちゃ可愛い。ワンちゃんとか猫ちゃんとか飼った経験は、まあ、あるけどね。でも猫はね、アレルギーなんですよ。アレルギーだけど好きなの？好きは好きよ、うん。アレルギーだからどうしてもね、目かゆくなったり、違うとこかゆくなったり、するって感じですよね。くしゃみ出たり、なるほどね、違うとこ出たり、いろいろとあの目問題多いですね。しかも全部おふっちゃってね。もうちょっとこっち来ようぜ。もうあ、ちょっとチンコ。もうちょっと。言った。来ようぜ。もうちょっと。いや、ここら辺にしとこう。てっちゃんがさ、かわいそうだって。俺、ここら辺にしとこう。大丈夫。はい、そうそうね。はい。さすがに D からフレームインしろっていうレシピ。さすがに。そうか。あとね、あと9分ぐらいおとなしくしようって。あんま、そうか。でも、お金もらえないか。そうなんですよ。ちゃんとね、喋ってください。お願いします。声優だから、声だけでいいじゃん。最近ね、移りの時代なんですよ。はい。もう、向いてない。向いてないな。向いてないけど、もう50分だったから大丈夫ですよ。ありがとうございます。大丈夫です。はい。よし。さあさあ、気持ちを強くしていきましょう。まだなんか、このように癒しをテーマにした、回でございます。はい。これの部分いってください。先ほどの、出ておりました画像のようにですね、癒しをテーマにしたルームスクショ画像を、ツイッターで、ハッシュタグ、ザ・レイズ・マイ・ルームと一言コメントをつけて投稿してください。はい、投稿いただいたルームの中から番組で紹介された方全員に、こちらのステッカーをプレゼントでございます。はい、お願いします。あれあるかな？はい。でかいの？ステッカーは。ステッカーね、いつもあるんですけどね、いつも見せているような丸型のステッカーでございますので、ゲットしてください。お願いします。はい。主張さんもなんか告知関係ありましたら、はい。この流れでするの？もちろんですよ。毎回このね、状態でやりますから。しんどくない？大丈夫です、スタジオして。あ、そうですか。じゃあ、高顔無知な感じでね、させていただきますけどね。はい。私、DK ハイっていうバンドを個人でやってるんですけど、3月28日に大阪でライブあるんでね、私の誕生日なんですけど。あ、おめでとうございます。バースデーライブありますんでね。よかったら、してください。何曲ぐらい歌うんですか？大体、そのくらい。フォークもあるから、でも十何曲じゃないかな。まだ手取り考えてないから。生版でやるんですか？もちろん。へぇ、そうだ。へぇ、そうですね。ぜひとも足を固めてくださいませ。よろしくお願いします。あとね、あと、9月の16日から、蒼月ホールで、松野大樹さんが主催されている、立ち読みっていう朗読劇がね、行われますので、よかったらそちらもなんか、招待出たら。
遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、あと、この後関東は雪になるかもしれないんでね、ご注意ください。そうですね。バグの通りっぽいですよね。もうちょっと時間あるんだな。はいはいはい。はい、以上ニュースでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ニュース扱いなんだね。そうなんですね。さて、先にランキング言っといた方がいいかな、もしかして。ランキング。はい。では10位から4位までは駆け足していきたいと思いますよ。10位は月代さん、9位はジョニーさん、8位はシュガベル隊長さん、7位は渚凛さん、6位はアーシーさんかな、5位は歩夢さん、4位はミスター恩返しさん、3位からいきたいと思います。3位はチップスターさんです。おめでとうございます。あれだと思ったら、カップスターだっちゅうの。あ、チップスターは何だっけ。ポテトチップ系じゃないかな。そうね。CM のなんかフレーズ的なのなんだっけ。フレーズ？フレーズ？チップスター。あ、カップスター。これはもう、これはもう。頭から流れてくるね。チップスター何？チップスターなんだろうな。さあ、2回いきますか。2回いってください。2位は、ゆせさんです。おはようございます。ゆせさん。はい、そして1位は、やっこさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。たくさんの本当にございました。急に来たんだね。そうですね、ダーンと上がりましたね。確かにね、そんなこともできるんだね。やっぱルークとかね、ああいうの飛びますとやっぱ大きいですよね。あ、そうそう、相性の塊がね、一番こうでかいやつですから。はいはい、ごめん、本当に分かってない。はい、心の底から分かってない、すまぬ。さあ、まだ時間ありますんで、普通歌も紹介していきましょう。はい、お願いします。じゃあご紹介させていただきます。ハンドルネームチップスターチさんからいただきました。はい、鈴木さん、岸尾さん、アシスタントのお二人に、はい、リスナーの皆様、コンバサダーです。岸尾さんがね、飽き始めたからガチッ。はい、いやいやいや、ここ持たないから。59秒だったら果ててるからさ。画角が申し訳なくて、ちゃんと抜けてないと心配だから。優しさだったね。ありがとうございます。で、まだ消えないよな。あの国士無双、岸尾大輔先生が再びいらっしゃるということで、聞いたことないけど、なんで岸尾さんになってる。まあ、イメージなんでしょ。イメージ言ったことねえけど、今週もそうなって無双感ってやつなんでしょ。前回のスキットは笑いすぎて内容をよく覚えていないのですが、うん、とにかく今回も楽しみにしています。はい、さて、つい先日今年の定説についての情報が解禁されましたね。なるほど。テーマが応援ということで、今一番応援したい人は皆さん誰ですかといただきました。一番応援したい人、はい、なんかもう応援するスポーツとかいろいろ見て観戦して応援したいとか、なんかこう、はい、過去なんかあったりしますか。いや、ないです。生まれた時からずっと自分しか応援してない。かっこいい。じゃあフレフレ、もしかしてこうフレフレ岸尾っていう感じなんですか。なんでフレフレになるの。フレフレ俺ってことさ。ああ、そうね。そうですよね。はい、え、何これ、どこが着地点なの。ごめんごめん、着地があるわけないじゃないですか。なかったんだ。なかった。何のキャラクターなのかなって。最後でドキドキしちゃった。いや、特に応援することはな、スポーツとか別に見ないし、うんうんうん、無価値な男なんですよ。ってことは、なんかやっぱり…ってことはって言っちゃった。否定してほしかった。そこからですよ、ね、そうですか。そこからフレイングしてる時と自分はやっぱ価値があるみたいな、歌ってる時の俺はやっぱり価値があるみたいな感じですか。セリフですか。まあ、セリフだよね。やっぱお芝居になっちゃいますよね。お芝居以外はもう本当に役者ですよ。ほら、見なさい、ここに役者がいますよ。まあ、だからもうフレームアウトしてる。いやいやいや、声優だから。いやいやいや、あと3分です。おお、おさ、カップスター食えんじゃねえ。食べたその日から味が取り込んで。歌ってる間にもう終わりますよ。終わっちゃうね。うん、そうだな。さあさあさあ、他にもあるかな。はい、はい、いただきました。はい、ハンドルネーム千代さんからいただきました。はい、こんばんは。六郎くん役の岸尾さんがゲストということで初めて投稿させていただきました。ありがとうございます。貴重な方だ。テイルズのキャラで一番好きなキャラが六郎くんです。またまた。まあ、そうじゃないと書かないと思うね。そういえば読まれると思ってるんでしょう。ね、まあ、ひとまず嬉しいじゃないですか。まあ、おそらくね、本当のファンだと思いますよ。はい、まあ、ごめんね、ありがとうございます。ごめんごめん。いろいろちょっとキャッチしないと。まあ、ね、あと3分くらい頑張りますから。ごめんごめん。頑張るんで。悪かった。悪かった。そういう姿見ちゃうと、はい、すまんと。じゃあ続いてください。はい、ゴーまでありながら義理人情に熱いろくろくんが好きで好きで仕方がありません。何でも切りたがっちゃうお茶目なところも大好きです。
普段私は浸水、うん、お酒ですねは飲みませんが、六郎くんとならいくらでも飲みたいなと思ってます、うん、これからもずっと大好きですというご縁のお便りです。飲みません、飲みません、だいたい全て今日否定してるよ肯定したのなんだろうな、なんだろう、記憶にないぐらいですよね。そうね、うん、そうです。あ、でもまあなんか役者だからセリフ言ってる時の俺は超かっこいいよっていうことは、いや、そうは言ってないけどそうは言ってないけど、まあ、かなりかっこいいね。ほらね、ちょいちょい、ちょっとエンディングにふさわしい空気になってました、ね、よかったよかったね、はい、まあもう時間がなかなかもう迫ってますんで、はい、あのお名前だけでもご紹介してほしいなと思います、はい、ではお名前の方を紹介させていただきます、はい、ハンドルネーム浸水のとりこさん、うんうん、シュガベルさん、はい、再会の犬種さん、うんうん、マリンさん、はい、ティーパックさん、なるほど、感化の青野さん、はい、寺のアリツさん、うんうん、レナさんからいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、約1年半ぶりでございましたけども、はい、もう終わりの時間でございますけどね。いや、もう終わりですよ。そんなに終わりたがってないよ。そうか、気のせいか。そんなに終わりたがってない。大丈夫よ。この後、小1時間しゃべります。全然大丈夫だけどね。そうですか。うん、ぶっちゃけ、今、エンジンかかってきて、もうスロースターターなんですね。スロースターターなんですね。そうなんです。だから今やっとエンジンかかってきてね。じゃあもうエンジンがかかったところで、皆さんに最後なんかこうね、一言おっしゃっていただければいいかなと思いますけど、何でもいいっすよ、今日ね、その感想でもいいし、いいね、逆に1年半ぶりっていう感覚の状態だと、もう少しこうスパンの短い方がやりやすいですかね。そうなんですか、そうでもないですか。いや、わかんない。ちょっと、わからなさすぎることが多いから、それが申し訳。今度あの、これだけの厚さの資料バーッと送ります。いやー、読まんか。読まんやろ。あの、動画で全部彼らが説明するんで、このアンドキャストとはっていう、ちょっと。やっていただきます。じゃあ、何もしないでちょこまかしてる方がいい。ちょいちょいちょかちょかした方が。そんな感じで。よろしくお願いします。ね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではテイルズオブアンバサダーチャンネル、お相手はテイルズオブジャリス、ルーポンファブリアクの鈴木千尋と、テイルズオブベルセリア六郎ランゲスフの岸尾康介でした。はい、今年おみちゃんもアシスタントありがとうございました。ありがとうございました。また来週この時間にみんなと一緒に遊びたいと思いますが、最後は俺を悪くないで締めたいと思います。ぜひともエール使ってくださいね。これ点のゲットできますよ。いや、これ心入るわ。俺は悪くね。そうそう、俺悪くね。呼ばれてきただけだから俺は悪くね。呼んだ方が悪いんだ。全てね、この肯定するかのような気持ちで今目がキラキラしてますからね。魂ごめん、魂ごめん。ぜひとも再放送で確認してください。ここに至るまでを語ってほしいと思います。じゃあ最後は俺悪くね、いきましょう。せーの、俺は悪くない。ママ魂入ったな。いつもだけでまたお会いしましょう。